ここまで連勝で勝ち上がりましたがご自身では手応えどう感じていますかそうですね、足の状態はいいので、あとは、まあ、思い切り気持ちでいくことが大事だと思います。奥井選手の存在というのがちょっと一つ目標というか、はい、気になる存在だと思うんですけれども、はい、そのあたりは。そうですね、学校時代からもうずっと憧れだったので。まあ、あの デビュー2。場所ぶりのあのに戦えるので、本当に悔いの残らないようにだけ考えて走りたいと思います。決勝戦なんですが、内枠となりましたね。本当ですね。ありがたいことに <laughs> <laughs> はい、どうですか？結構動く選手もいると思うんです。けれども、まあそこは様子見て臨機応変に動けるようにしたいと思います。連に絡んで大穴を開けたいと思います。応援よろしくお願いします。 さあ2日目は奥江選手の先行、落ち着くもちょっとさせずというところだったんですが、いかがでしたかそうですね、最後、ちょっと不甲斐なかったですね、ペースにはまってしまったような感じだったと思います初日は先行策もありました、2走して、いかがでしょうかそうですね、あの久々のレースなんですけれども、思ったよりもしっかりとあの体は動いてくれているので、明日一生懸命頑張りたいと思います2日間走って、レースはいかがですか。そうですね2日目が特にちょっと 何も,終わらず何もやらずに終わってしまったので足的、まあ、にはいいと思うんですけど、まあ、そこ展開がちょっとダメでしたね三、はい、3なので前々にいることを前提に、まあ、自在に動いていきたいなと思いますまずは2日間走ってご自身のレースいかがですかそうですね、まあ、すねぐの追加だったんでちょっと厳しいかなと思ったんですけど体はちょっとと動いいいいててくれてるんでいいと思いますそして決勝戦となりますがどんなところを気をつけていきたいですか 自力の選手がたくさんいるので、まあ、そこに立ち遅れないようにしっかり考えて走りたいいと思います。2>, 2日間、風を切ってレースはご自身ででいかがですかがす、まあ、自分のレースができているというところはいいいのかなと思います。2日目インタビューでちょっと体が重いかなというお話もありましたがいかがででしょょう。まあ、そうそすね、ちょっと体は、ね、万全じゃないところはあるんですけど、まあ、ちょっと気持ちでカバーをしたいなと思います。はい 決勝戦も奥井選手らしいレースを求められてるお客様もいらっしゃると思いますが、どう考えてますそうですね、しか自分のレース、あのできるようにあの、頑張りたいと思います。まあ初日、そして今ょうと含めて、あしは優勝できるように、頑張りたいなと思います。レースはどんなところをイメージしてますかそうですね、まあ、力を出し切るレースで、頑張りたいです。